皆さんどうもこんにちは、ワンディアンのユーポンです。はい、今回ですねガチャガチャの新作のスクイーズを紹介していきます。新作って言ってもね、まあ、新作こう発売してからすぐ Amazon で買ったんですけど、かなり後回しにしてしまいました。もうね、もう今日はもう紹介しちゃおうと思ったので紹介します。何かというとこちらです。ふわふわミニパンマスコットの7です。8ももうなんか予約できるみたいなんですけども、まあ今発売してるのが7です。ガチャガチャだから回しちゃうとさ、かぶっちゃう確率も高いじゃん。もう Amazon で買いました。どんどんねクオリティ上がってきてるんですよ。楽しみですね。じゃあちょっと開けていきましょう。ジェイドリームの7。全5種類あります。はい、ではね、まず最初にソーセージパンから紹介していきます。もうこれあれコンビニで売ってるやつともうほぼほぼ似てるよね。やっぱりソーセージパン大好きなんですよ。パンの中でも焼きそばパンも好きなんですけど、ソーセージパンがなんか一番好きかも。なんかちょっとしたここのさ、マヨネーズがすごくリアル。ついてますよ、みたいな。ソーセージの部分はプラスチック。だからもうめっちゃ硬い。けどパンのね、生地がね、すごく柔らかい。前までめっちゃ高反発だったんですけど、ちょっと地味に低反発です。柔らかい。はい、続いてはバナナロールです。丸ごとバナナロール、なんか新しい感じの入れ方。あ、なんか匂いはさっきのソーセージと似てる。両端にねホイップがあります。で、中にはホイップが入ってなくてすごく気持ちいいです。端っこだけにホイップがポンと。そこまでね低反発ってわけではないんですけど、あの前よりかはすごいふわふわ感がある。続いてはこちらの何でしょう。続いてはこちらの何でしょう。ケーキドーナツです。ドーナツが4つ入ってます。でちゃんとねカップの中に入ってんの。あ、なんかいい匂いする。チョコの匂い、なんか甘い匂いする。あ、くっつかってるみたい。めっちゃリアルじゃない、このボコボコ感。これ取ろうと思ったんですけど取れないようになってます。だからこっから触るしかない。あ、でもこっからでもすごい気持ちいい。しっとりしててすごくリアル。これもこれ見てるだけでも幸せって感じ。はい、続いては何でしょう。うわ、バターロール。これ朝食べてる人います？やっぱあんまりこういうコロッケじゃねえ、バターロールあんま食べたことない。でもなんかリアルじゃない？なんか本当にスーパーに売ってそうな感じするんだけど。ハゲてる。うわ、いっぱい出てきた。なんか赤ちゃんの靴みたいな感じの切り離しちゃった。だからこれ何ハゲてんのか。これね取っちゃうとねハゲちゃいます。かくっついてた。だけど袋から触る系かな。買ってこれ買った。でもなんか柔らかいなったよ多分。これほら、これ比較的柔らかい。なんか触りづらい、ちっちゃい。うわどんぐりなのこれ。ソフトブレッドです。あ、でかい。なんか今回めっちゃいい匂いする。なんかこれ芋みたいな匂いする。芋、あ、え、低反発だ。ほら珍しいっすね今回。ほらすっごいこれしっとりしてるし、すごいふわふわしてる。はい、ということで今回はこんな感じで乗りたいと思います。いやね、どんどんこのふわふわミニパンマスコットのねスクイーズ、どんどんもう進化してきてます本当に。ではね、よかったら皆さんもこちらのふわふわミニパンマスコット7を回してみてください。 Amazon で購入もできるので、まあ、購入してみてください。ではチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、ラララブ、ミュージカリーの方もフォローよろぽんです。ではおつぽん。